ということで、ポンさん、はい、タイトルの方お願いします。誰も知らない。いやいや、それはなくて教えてもらわない。ごめんなさいね、すいません。大野さんが知らないとダメだって。そうだ、タイトルは誰も知らないです。だからいやダメだな、ダメだこれ、このくだり、ダメだな。我々このくだり結構やるけど終わり方教えてほしい。出口ないからね。出口が見つかった。それではご紹介いたしましょう。本日の対戦ゲスト、こちらの方々です。よろしくお願いいたします。京都感出てますよ。京都の方の特徴っていうのはどんなところに現れるんですか？京都っていうのはほんまに性格がいいところで、綺麗な顔してはりますね。ほんまやな、嵐さん言うんですか。ねえ、あとまあ言うたら悪いんですけど、東京の人って結局東の京都なんですよ。結局は都っていうのは京都なんですよ。だからそこでやってる収録も何にも緊張いたしません。別にあんまりそういう思い別にないんですよ。皆さんの衣装、緑はやっぱり宇治茶をイメージする。チームと共に戦っていただきます。本日のパーソナルゲスト、こちらの方です。どうぞ。本日のパーソナルゲストは沢村一樹さんです。大丈夫なのかな。あ、間違えた、すみません。さらに間違える。もう一回だよね。あれちょっと待って、もう一回だ。ちょっと待って、何回取らんの。知らない人がやたら親しく声をかける。お疲れ様です。エレベーターに水着ギャルの集団。あるからね、これは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいい匂いだった。めっちゃいい匂いだった。エレベーターに親父の集団。相場のおしぼりだけが臭い。ペットボトルの蓋がやっぱり開かない。細かいな、ほんと血まめだった。相場の漫画を横取りして返す。エコキ D が車内でおならをする。よく出るね。エコキ D が再びおならをする。そんな怖い。メイクのパフがでかくて臭い。さあ、二宮君、負けていますよ。負けてるんですよ。はい。赤ピン狙っていいのかな。狙おう。誰が言ったの？誰が言った？狙いたいの？狙った方がいい。じゃあ狙う？狙って。どういう意味？セクシー。狙ったら二人で。うん、でいいと思うよ。結構強めの方がいいんじゃない？強めね。うん、オッケーオッケー。強めに二人で狙う？外側。なんか気になりました。今日なんか感受性が豊かなのか、いろんな言葉があのすごく敏感に聞こえるんです。ちょっとごめんね。はい、ね、聞いてる？お子さんの。お子さん聞いてる？すげえ話したけど何の話？作戦会議。作戦会議だったの？今晩の飯の話じゃないんだよ。
作戦ならいいんだよ。ならいいよ。あ、ならよかった。ごめんなさい、作戦会議中でした。いや、ないです。じゃあ、しててください。投げとくんで。いきます？では参ります。50ポイントの赤ピン第1投で倒すことができるのか。嵐チーム、大久保さん、二宮くんの第1投です。いいよ。せーの。さあ、息を合わせて。内側に大久保さん、そして接触はなかったか。二宮くんのボールがいいぞ。二宮くんのボールがいいぞ。チーム第1投の得点は198ポイントです。198。ちゃんと彫りが深いから余分なとこが出てないですね。彫りが深い、やはり、まさに、やっぱりね。続いて桜井、タイトルは？ただいま。視聴者の方にはちょっとお分かりにならないかもしれないけど、嵐のファンの方には松田かなというふうに思っております。よろしいですか？はい、ただいま。あの、桜井さん、全然ファンの皆さんも理解を示してませんけど、漢字の嵐をかたどった嵐のロゴがあるんですけど、それ前回ね、パラパラ漫画の時にこれをやったんですよ。ですので、ただいま。怪奇現象、怪奇現象。続いてガッキーは、うちの子。お願いします。はい、うまいね。うまいね。めっちゃうまい。うまい。すごいですね。ちょっとレベル違うね。すげえ。うまいね。手の感じとか超いいじゃん。かっこいい。尻尾がちょっといろんな色混ざってるんですよ。うちの。これ続けた方がいいよ。あ、本当ですか。MJ が言ってるから。続いて相葉は表と裏で2つ作った。日テレさんよろしくお願いします と、 と傷だらけの相葉。天使声ね。お。雰囲気あるでしょ。これ何ですか？鳥ですよね。鳥っていうか、まあまあ、なんだろうくん、なんだろうくんです。傷だらけの相葉です。オレンジゾーンは大野くん。はい。高田さんとのコンビですね。そうですね。いけんの？いや、さっき練習して50入ったんですよ、うん、見事。ただね、ほぼ僕の力ではなかった。ってことは、僕動かせられなかった。でうまいんじゃん。やっぱ高田さん頼った方がいいんじゃん。そしたら、そうだから何もしない方がいいかなと思って。いや、それはダメでしょ。あ、すいません。この後、これはひどい。2人に一体何が。さらに、どこがちゃんとしてるの。ただ言い間違いだろ。収録中に喧嘩勃発。楽しくボーリングやろうよ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、シュララボンチームは90ポイントでした。嵐チーム、これを上回ることができるかどうか。では参ります。コロコロバイキングスタート。最初のボール、あっという間にピンクゾーンからグリーンゾーンへ。さあ、そして身長差があります。体格差があります。高田さんと大野くん、オレンジゾーン。最初のボール、どうか。これは30ポイント。最初のボール30ポイント。2つ目のボールがオレンジゾーンに今来ました。身長で差らしい。穴を避けて、次のボールがグリーンゾーン。ブリッジの動きを。服に入ったの？それは友達に誘われて。
なんとなく流れで入って、そうだから最後まであんまりルール分かってないでやってた、うん、レギュラーね。とにかく拾ったらパスをするっていう、すごい、それでセンターやってる。さあ、ということで、ね、その腕前をちょっと見せていただこうと。だってすぐパスしてたんでしょ。そうなんです。とはいえ元バスケ部、元バスケ部の相棒をかわしてシュートを決めてもらおう。負けんなよ。オッケー。じゃあ負けろよ。え？負けろよ。あやさんがやってた片鱗を見るからね。え？じゃあ俺抜かれて、え？やらせをしろってこと？いやいやいや、ごめん。テレビでやらせしろってこと？いやいや、そうじゃない、そうじゃない。私ね、あのね、ほとんどシュートしたことないんです。ないです。あの、パス専門だから、パスして逃げるっていう。バスケ本気だから。あの、天然と天然の掛け合わせ大丈夫なんですか？大丈夫。怖い。よーい、スタート。こっちから来るね。あんまり邪魔しないでください。分かった。すごい。じゃあ俺の番じゃないよ。じゃあ俺の番じゃないよ。なんで？いや、もう終わりなの。すいません、お客さん。今入ったから。いや、お客さん、もう終わりなんですよ。その後、バスケ少女綾瀬は広島県内の高校に進学。高1の時に受けたオーディションで人生が大きく変わっていく。こちら、〇〇で行ったオーディションで合格し芸能界入り。これ聞いたことある人もいるかなと思いますけども。東京に行った。気合入れて行った。違います。こちら、友達の付き添いで行ったオーディションでございます。大学生の時は行ってました。調子は平均だと思います。そうか。でも、まっすぐ投げれます。重要かもしれないですね、それは。はい、さあ、そして伊能さん、はい、今回のピーチガール、予測不能なラブストーリーですが、撮影の合間にも予測不能なことがあったそうですね。あ、この映画キスシーンがあるんですよ。僕、生まれて初めてのキスシーンだったんで、すごいドキドキをしてて、で、キスシーンの撮影がお昼ご飯の後で、お昼がまさかの焼肉弁当だったんですよ。なるほどね。いや、もうこれ食べれないなと思ったんですよ。もう食べれないから、もうひたすら歯磨いて、もうあとはひたすらガム噛んで、よし頑張ろうと思ったら、こう楽屋戻ったら、みずきちゃんめちゃくちゃ焼肉弁当食べてて私は食べるよって言ってたんで、まあ僕もまあいいかと思って食べたんですけど、それはいい考え、むしろそのための差し入れ焼肉弁当だったんじゃない。いや、でもさすがに伊能が普段からすげえニンニク癖、やめろよ、やめてくださいよ。ちょっとやめてください。バレないようにもみんな焼肉の匂いにしてあげようっていう計らいだったんじゃないの。いつ俺が桜井くんにニンニク臭さを感じさせました。すいません、冗談です。ごめんなさい。フローラルの香りしかしません。ちなみにですね、嵐の皆さんに見ていただきたい女の子がいるということなんですが。あ、そうなんですよ。嵐の皆さんにぜひ紹介したい女の子がいまして、こちらです。どうですか、嵐の皆さん。嵐の皆さん、どうですか。これ、あれ言ってたね、プライベート趣味だってね。で、女装してるんですよ。だからそのためにすね毛も全部剃って。すね毛。じゃあ次の人お願いします。もう
いいですね、いいですね。あ、みんな。はいはいはい。全然わかんないよ。ああ、ちょっと、がっかり感がすごいな。もう、だだわかりやで、あんな。個人情報を漏らしながら走ってるの。そんなに。いやいや。前半に注目してほしいんですけど、この左手ね。はい、左手結構ね、ほらほら、こういう感じで貼ってるじゃないですか。これね、彼女の年にしてはこれ意外なんですけど、吉川世代みたいな。吉川こいか。今度こ乗ってきた時計兄貴、続いては相葉。じゃあ次の人お願いします。早っ。早すぎる。これは難易度高いね。はいはい、早かったね。ただ、速さっていうのも特徴。そうだよ、あるんじゃない。あります、あります。あと財布持ってた。財布か手帳かみたいなの持ってて、うん、ちょっと予想してみて。性格とか。スロー見る、スロー見る、スロー見る、見る、スロー。こっからの入り口めっちゃ早かった。財布か。何やろ。あ、いいね。財布も今見た、見た。え、ちょっと見て。今の段階でもう分かりましたよ。今の段階で1個。マジで。バックバック。え、俺ね、ちょっと楽しくなってきた。何何。これやっぱり横振ってますよね。手ね。ってことは？で、これ髪の毛。髪の毛。これも気にしたね。気にした。耳にかけたね。うん、これね、ものすごい焦ってるんですよ。うん、で、これ多分お昼でしょ、はい。彼女は弁当を忘れたおっちょ。